ヘロニモ・フランスアは、ドミニカ共和国出身のプロ野球選手。左投げ左打。広島東洋カープ所属。2011年に入団した、ヒューストン・アストロズのルーキーリーグを経て、2014年に、ドミニカのカープアカデミーに入団。同年9月に練習生として来日した後、2016年3月には、四国アイランドリーグプラス、コーチファイティングドックスに派遣。 同年シーズンは14試合に登板し、1勝5敗、防御率4.43の成績だった。2018年3月7日、広島東洋カープとの間で、育成選手契約を結ぶ。背番号は143。同年育成選手として5月20日までに、ウエスタンリーグで8試合に、登板、2勝1敗防御率2.57の成績を、残し、 支配下選手契約を締結。6年契約で契約金10万ドル、年俸8万ドルプラスできたか払い。背番号は97になった。6月26日の対読売ジャイアンツ戦にて、プロ初勝利をマーク。8月は、プロ野球記録に並ぶ、月間18試合登板で、防御率0.51と、月間 MVP の活躍を見せ。 CS ファイナルステージ第3戦では8回西から登板し、1回3分の1を無失点に抑えて、胴上げ投手となった。日本シリーズでも高騰した。2019年、開幕ベンチ入りするも開幕から不審の投球が続いていた。しかし、1軍が左腕不足だったこともあり粘り強く、起用され、徐々に投球内容も安定した。抑えを務めていた。 中崎翔太が離脱したこともあり大役クローザーに指名され、セーブを挙げた試合では、すべて無失点だったが、セーブ機会での敗戦が4敗をび備一死も取れずの敗戦が3と甲府調の差が激しい内容となった。2020年、この年も開幕当初は不審の投球が目立ったが、抑えを任された当初がのきなみ不審の投球だった、ために7月末からクローザーの座をつかんだ。 前年同様一死も取れず敗戦した試合もあるが、セーブを記録した19試合中失点した試合が1試合だけと、チームが位に低迷する中古軍奮闘した。2021年、新型コロナウイルスの PCR 検査で陽性判定を受けたため来日が遅れ、2月中旬の日南春季キャンプで合流しに軍で調整していたが、3月9日、 右膝内側半月板部分切除手術のために離脱。6月9日に軍戦で復帰登板。最速時速159キロメートルの直球にスライダー、カーブ、チェンジアップで高い脱三振力を誇る本格ハサワン。支配下選手契約締結の際には先発として長いイニングを投げチームの勝利に貢献したいと話し目標とする選手には 同じサワン投手であるジョンレスターの名を挙げた。出典はリーグウェブサイト。ありがとうございます。